はい、こんにちは。今日はですね、最近ずっと、車探ししてるってことで、話してたんですけども、今回、車ですね、ちょっと決まったので、今日はそのことについてちょっと話してみようかなと思います。まず今回決まった車から先に行っちゃいますと、スバルのレボーグっていう車です。レボーグのね、1.6 リッターのモデルになります。2リッターとね、1.6 リッターがあるんですけれども、今回は 1.6 リッターの方ですね。 1.6GTS っていうグレードのレボーグを今回選んでみました。ちなみにレボーグは1個前のモデルですね。現行のじゃないです、中古になりますけど、現行だとね、今 1.6 って確かないはず。今 1.8 リッターになってるかな。今回は 1.6 リッターの GTS ってやつを選んでみました。普通の GT と GTS っていうのがあるんですよね。で、GTS の方が、間違ってたら申し訳ないですけど、確かビール下に足入ってますね。 GTS の方がビール下にだったと思うんですけど、確かそんな感じだと思います。で、カラーの方は、今写真、名前がね、なんだっけ、スティールブルーグレーメタリックっていうやつだと思います。スティールブルーグレーメタリック、確かね、レボーグのインプレッションの動画とかね、CM の動画とかで多分出てた色だったんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとイメージカラーみたいな、時期があった気がしますね、あの色はね。結構いい色だったってちょっと個人的には思ったので、他にも赤とか、白とか、ホワイトとか、普通にあったんですけれども、あの色が結構かっこいいかなと思ったので、今回はそのスティールブルーとかっていう色にしてみました。で、納車の方は、多分11月頭くらいになるかなと思いますね。今から、約1ヶ月近くかかるかなというところなんですけれども、納車の時にまたちょっと紹介してみようかなと思います。そういう感じで、今回はレボーグに決まったんですけれども、正直レボーグはね、最後の最後にちょっと浮かんできた感じで、その前まではね、インプレッサスポーツとかね、あとちょっとスイフトとかもいいかなっていうふうに思ってたんですけど、RS とかスイフトスポーツとかもね、いいかなと思ったんですけど、今回はね、ちょっとレギュラーガソリンの車がいいかなと思ってて、スイフトスポーツって僕知らなかったんですけど、ハイオクみたいでね、燃費はそこまでひどくはないと思うんですけど、ちょっとハイオクっていうところが引っかかって、今回は自分の中ではレギュラーガソリンの車を探してたんで、ちょっとそういうところで、今回はスイフト選ばなかったんですけど、スイフトスポーツもね、僕結構いい車だなと思っててね、この前見た時も割とかっこよくて面白そうだなと思ったんですけど、スイフトだったりとかインプレッサースポーツ、あとはアコードハイブリッドとかもね、いいかなって思ったんですけれども、最終的にはレボーグという形になりました。レボーグは本当にいい車だってよく聞くので、すごい楽しみなんですけれども、僕はレボーグは今まで運転したことがないので、納車して初めて、運転するっていう感じになると思いますけど、本当にちょっと楽しみにしてます。1個前のモデルなんですけど、それでも本当に作りのいい車だと思うので、すごい楽しみな車ですね。去年ね、10月にスバルのレガシーを降りまして、約1年ぐらい経ちますけど、レボーグはレガシーの後継のモデルになると思うので、
またスバル車復活というところで、まあ、非常に楽しみです。ちょっとやっぱり僕の中でね、スバル車がちょっと1台いないと寂しいなっていうところまであるんで、またスバル復活でちょっとワクワクしてるんですけど、まあ 1.6 リッターのモデルは、レギュラーガソリンになるので、まあ維持費もちょっとそんなに維持費かからないんじゃないかなと思います。街中見てもね、結構走ってますよね、レボーグは。出かけた先で必ず見るくらいレボーグ意外と走ってて、まあやっぱ人気なんだなっていうのが分かるんですけど、まあ大体が、まあ、1.6 なんじゃないですかね、皆さん2リッター乗ってる方は結構少なめかなと思います。ただ2リッターの性能っていうのは、ね、相当いいので、ちょっと比べてしまうと、まあ、どうしても2リッターがいいっていう風にはなっちゃうんですけど、ただ普段ね普通に走るそんなに街中飛ばすわけにもいきませんから、 1.6 で十分かなっていうところです。今日はね、ちょっと N1 で今仙台の方走ってますけれども、少し走って、ね、まあ、今日のレボーグの報告の動画ってことで終わりにしたいと思います。まあ、この辺は、仙台の東口の方になります。つつじが丘のあたりですね、今走ってます。サンプラザホールとかそういったものがあってですね、楽天の球場、右行くと楽天の球場です。まあ、ヒーロー PH チャンネルにまたちょっと新たな仲間が加わりますけれども、また今後ともよろしくお願いいたします。レボーグのちょっと紹介もですね、納車されましたらちょっとしてみようかなと思いますし、まあ、いつも通りちょっとドライブの動画もレボーグで撮影してみようかなと思います。まあ、今日は、こんな感じで終わりたいと思います。まあ、今正面がね楽天の球場になってます。球場の名前何だったかとか、しょっちゅうね変わるんで、球場の名前ちょっとすいません覚えてないんですけど、なんだっけ、まあ楽天の球場の前ですね、ここは。ということで、今日は車探しようやく決まったっていうところで報告でした。それでは、今日はあっという間なんですけれど、この辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。